まあまあ。まあまあ、ちょっと年中5分しか寝てないけど、そう、なんか準備してたらお母さんが「小太郎どこ？」って流してて。そう、どこだって言われたら私のねベッドにいてね、そう、本当はねこのねマーカーを切って配信しようと思ったの、お母さんに。そう、なんかもしないわけないかなって言って、これ着ないよって言われたら、あ、来た。そう、このねパーカーで配信したかったけど小太郎に取られたから、ね、かわいいでしょ。今日の夜ご飯ホットモットでしたって。私のさ家もさ、なんかね割とホットモット頼んだりするのね。前、今はないけど、とかまあお弁当とかで出るからさ、今はないんだけど、今はねあんま家では頼まないんだけど、なんかちょっとおすすめなのがあって、あのホットモットで私一番好きなメニューは、まあ、好きだからと言って頼むってわけでもないけど、好きなメニューはロースカツカレーが本当にめっちゃ美味しい。普通にとんかつもか、あのカリカリサクサクなのね。ででもなんかさ、カレーも美味しい、本当に美味しい。あれがあとは、竜田揚げ、チキン竜田も美味しいね。その好きかな、チキン竜田。え、チキン竜田結構好きなんだよね。なんかさ、カロリーが高いらしいんよ、チキン竜田とかロースカツカレーとか。本当にロースカツカレーが一番おすすめだから、ね、か食べてほしい。イッチカツね、竜田揚げめっちゃおいしいの。カレー辛くない。本当にカツカレーめっちゃおいしい。サクサクだし、カレーも全然ね、なんか私結構甘口でも辛いと思っちゃうのね、カレーに関しては。そう、なんか甘口もか、なんか普通に学校のなんか小学校のカレーって結構あれじゃないですか、あの甘いから、そのちょっと辛さ上げたとぐらいが一番美味しいです。さ、本当に嬉しい。マックのビーフシチューパー食べてない。でもグッチが食べたらしいよ。あ、メリークリスマス、メリークリって書いてある、メリークリ。最近辛いもの食べるとお腹が下がります。
下りますか下がりますそれは気をつけてください。でも私もこの前麻薬卵をね、なんか存在を忘れてて、麻薬卵を作ってたの、まあ、煮卵で、その存在を忘れてしまってて、その存在忘れてたから普通に食べたのね。で、あ、違う、食べたのじゃない、なんか存在を忘れてたからね、存在忘れてたから、あ、久しぶりに食べようと思って、もう5日間くらい、1週間は経ってないけど、そんぐらい今経ってて、そう、経ってて、もうそしたらなんか卵がね、もうめっちゃね煮込まれててめっちゃ辛かったの、もうもはや辛くて、そう、もはや辛くてっていう感じなだったのね。で、食べたの、なんかちょっと卵が美味しかったんだけど、なんか玉ねぎがめっちゃ変な味するなって、そう、玉ねぎめっちゃ量いいなとか思ってたら、量いいなじゃない、玉ねぎめっちゃあのなんかちょっとねえあれだなと思ってたら、なんかその後にちょっと気のせいか、そのせいでか分かんないけど、なんかお腹痛くなってきちゃって、なんかそう、私も下したっていうあれではないけど、別になんかお腹が痛くなっちゃった。そう、だからもう捨てちゃった、ちょっと残したんだよね。餃子の量が多い、本当に行った時ね、めっちゃね多くて食べられなかったよ、食べられなかったから、お母さんと整理してたんだけど、なんかチャーハンはあんなに大食いするものじゃないか、ないからさ、そう、なんかお母さんが餃子食べて、餃子私も食べたかったんだけど、そのチャーハンのために餃子リーに行ったのね。だからちょっとお母さんと、まあ餃子とチャーハンシェアしながら食べて、でも食べきれなかったから、なんか店員さんにあの袋なんかもらえますかみたいな、袋っていうか持ち帰りのテイクアウトできますかって聞いたら、もらった。で、餃子めっちゃ美味しかったね、でかかった。ごめんなさい、やだ、行かないで。もう起きちゃったわ。だろ、おいで、こっち、そう、めっちゃ量多かったんだよね。多分もうね、この部屋を出たいって言ってるのね。ただ一人配信するのちょっとさ、寂しいじゃん。ちょっとあともう少しだけ我慢してください。チュールの時間、もうチュールあげたよ、あげました。
でもね、来週のチャーハンは来週のか、あ、来週はちょっとまた用事、まあ夕方はできるかもしれないけど、遊びに行ったらまあできないけど、なんか用事があるから、その帰りになんかすぐ終わる用事だから、その帰りに誰かと遊ぼうってならなかったら家でチャーハンでもできるけど、それかこの前作った醤油のチャーハンを乗せてないから、乗せてないからね、それを乗せようか。まあまあ、答えます。コタローケツでかいって。コタローね、太ってるのよ。20話だから。あやまかされて生きてきました、コタローさん。太郎、ごめん、なんかそう、てかさ、なんかね、最近さ、まあ、12月冬になってきたらさ、そう、あの冬になったらね、カフェとかがもういちごの季節だから、いちごの季節だからカフェもね、だんだん可愛くなってて、しかもクリスマスもあるから、まあちょっとね、それっぽく、そう、あれなのよ、そう、だからね、行きたいの。でもなんか、だからまあ調べてたのね、なんかクリスマスっぽい感じで売ってる、なんかクリスマス仕様になってるカフェないかなと思って調べたけど、なんかあんまり出てなくて、え、ここめっちゃいいって思ったら、なんか東京ので、なんかね、可愛いカフェは大体東京か韓国にもあるんですよ。韓国にあって、本当に東京とか可愛いカフェたくさんで、ちょっと東京人になってみたかったなって思った。じゃあ終わります。13位ちゃんとくさん、ありがとうございます。12位やしたんさん、ありがとうございます。11位しんさん、ありがとうございます。10位おたまちゃんさん、ありがとうございます。9位そらさん、ありがとうございます。8位うっちーさん、ありがとうございます。
7位カンさんありがとうございます。6位カベチョロさんありがとうございます。5位マー君さんありがとうございます。4位タダの魚さんありがとうございます。3位ミルンクラゲさんありがとうございます。2位エリンちゃんありがとうございます。1位アオイちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあね、さよなら。ありがとうございました。くとろくとろ、さよなら。